はい、こんにちは。株式会社スピーチジャパンの三橋大輔です。久しぶりにですね、ちょっと動画を撮ってみようかなと思って撮っております。実は私は今、中国の広州というところにおります。経営者仲間とですね、ビジネスミーティング、そしてビジネスの視察ということで、この広州という土地はですね、昔はすごく田舎だったんですけれども、国の政策で本当にお金を使ってですね、発展させたというような場所で非常に刺激的です。主にね、輸出入の買い付けなんかのね、いろいろ問屋、大きな問屋さんがあったりとか、あとはエンターテインメントなんかも非常に盛んな、実は場所です。それが広州、それがホテルに今ねの部屋の中でこの動画を撮っております。で、今回ちょっとねお話ししようと思ったテーマはですね、時間管理についてです。時間ですね、やはりですね、経営をしていたりビジネスをやっていくと、どうしても、自分がたくさん動いてですね、どうしても、マックスが決まってしまうんですよね。で、どうしてもこれ以上、収益を上げるのが難しいという状況にある種陥ります。で、目の前のもちろん仕事もものすごい大事なので、その仕事をこなしているだけでどんどん1ヶ月2ヶ月経ってしまって、例えば新しいビジネスの種まきをしたりとか、何かね、非常にいろんな出会いがありそうなパーティーがあっても行けなかったりするっていうことが起こり得るわけですよね。そうなると、当たり前ですけど誰でも24時間しかなくて、どうすれば効率的にね時間を管理できるのか、時間を使えるのかっていうのは、本当にビジネスを続けていくとね、必ずぶつかるような壁なんですよね。で、私も、今起業して4年目なんですが、去年ぐらいからですね、かなり時間の使い方を変えて、相当ですねビジネスを拡大することができました。で、その時の考え方を一つちょっとシェアしようかなというふうに思います。で、この原理原則としてね、24時間しかないという当たり前のことがまずある中で、例えばですね、よく考えていただきたいのは、例えば年収500万の方と年収1億の方が、収入ベースで言うと20倍違うわけですけれども、じゃあ20倍長く働いてるかっていうとそんなことないわけですよね。やはり、集中して、時間を使ってるというのが一つの点があります。なので、まず大事にしなきゃいけないのは、大きく時間を3つに分けるということですね。3つに分ける。まず一つは、当たり前ですが、必要最低限の収入を得るための時間。これが一つですね。で、2つ目は、これは人生を豊かに過ごす思い出を作る時間ですね。これは例えばご家族と一緒に過ごしたりとか、旅行に行ったりというところが二つ目ですね。で、三つ目が、今後夢を叶えるために必要な時間ですね。今後夢を叶えるために必要な時間。例えば英語の勉強するとか、例えば今回、私もね、このように海外来てるのは、海外でいろんな視察をして新しいビジネスの種なんかを探しに来てるわけですけど、それもここに入るわけですけど、その3つなんですね。要はこの3つに入らない時間、要は必要最低限収入を上げる時間でもないし、思い出にもならないし、ビジネスの種をまくわけでもないというこの3つの時間を極力減らすということがポイントです。これつまりどういうことかっていうと、どうですかね、あなたは例えばなんとなく Facebook をダラダラ眺める。これってどこにも入んないんですよね。稼ぎも生まれない、思い出にもならない、そしてビジネスの種にもならない。ということですよね。なんとなくぼーっとテレビを見てしまう。これも同じですよね。なので、結局このダラダラ何かを普通に何も、無目的でね、過ごすような時間っていうのは、実はこの我々がね、起きてる間、結構多いわけですよ。それをいかに減らすかっていうところで、そこに置き換える、稼ぐのか、思い出作りのために何か新しい、面白いことをするのか、もしくはビジネスのために、夢を叶えるための時間に使うのか、ここをうまく使っていくとですね、かなりあなたの時間の使い方が変わってくると思うので、ぜひね、この3つに入らない時間を減らすんだというところを意識してみてはいかがでしょうか。ということで、動画中国広州からお伝えしました。